もう一回じゃないですか。もう一回やろう。エラーでは。もう一回行こう。いや、そのもう一回行こうとかでいけるんじゃないですか、やっぱり。そうですね。頼み方にも問題が。頼み方がありますよね、これは。頼み方が。はい、あります。そうですね。やっぱもう一回、はい、もう一回とかでやっぱそういうできるわけですね。すいません。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、もう一回やっていいですか。いいでしょう。じゃあもう一回やりましょう。よろしくお願いします。さあ、はい、大人として、はい、まあ、やることやったんで。そうですね、まあ、逆に言うともうここからもう手加減なしで大丈夫なんで、うん、そう、今まではねちょっとやっぱこう少年野球よ、まあまあね、だからこうちょっとやっぱ手抜くやん。そうっす。いや、手抜くというか、まあ、そこはやっぱね、はい、大人のやっぱこう、はい、余裕をこう見せつつ、そうそうそう、子供たちにもやっぱ、ね、夢を与えないといけないと思うんで。そう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 、はい、でもまあこう、なんか俺的にはやっぱ最後エラーで終わるっていうのは、うん、子供がちょっとかわいそうだな。そうですね、綺麗なクリーンヒットだったらちょっとまだしも、そうですね、まあ、ちょっと良くないかなと思ったから、まあ大人の対応としてあの土下座をしたというか、はい、そんな感じだった。ちょっと大人としてちょっと社会の厳しさをちょっと教えられたら今からいいよ。はい、さあもう一回じゃあ勝負を、まあ、やってくれるということで。そうですね、はい、なんかさっきはサードゴロが転がしたんですよ。サードゴロを転がしてあげたんですけど、ちょっと次はちょっと外野を狙ってあげようかな。そう、ちょっと次は打ってあげようかな、まあ、やっぱ子供たちに夢を与えないといけないと思う。そうっていう手加減はあったよね。やっぱりやっぱ勝利を与えたので、うん、次やっぱり勝ちに行こうか。もうしっかりね、大人のけじめ見せたので。オッケー。まあなんか大人げないみたいな嫌じゃん。本気でいきます。はい、大人気なさんですよ。さあ、もう一回勝負を挑まれたんですけど、さっきは、まあ、1点で押せましたね。次、どうします？すいませんで、ちょ、あの、次多分大人としてちょっと本気出してくると思うんですけど、こっちも本気で違い戦って、あの、大人が本気出しても子供負けないんだぞっていうところを、はい、見せてください。はい、今のはヒットです。ヒット1点です。さあ、レオさん、はい、2点入ってます今。はい、やっぱりちゃんと俺も外野にボールを飛ばします。了解しました。レオホームラン。さあ、ほい、レオホームラン。いけー、うん、ハハ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 。あ、両も外してあげてください。やばい、
社会の厳しさをちょっと教えられた。こんな走らせるんで。何歳？おじさんに52歳。りょうさん。りょうさん。はい。りょうさん。いや、りょうまに花持たそうと思って。りょうさん。52歳。りょうまに花持たそうと思って。100歳。りょうまに花持たそうと思ったんよ。やめろ。52歳な。なんで俺こんな走らん。ヒーローじゃないの。普通は。りょうまさんやりましたね。やったね。やったーと、あ、やったなっていう。しっかりの。大人としてしっかり。はい。俺は手加減したのにな。そう。俺は手加減したんだけどな。いや、普通に打ち取られました。よし。問題のコントロールですよ。こっから。リプレイス！レオさん。今6点入ってます。はい。普通に有利ではあるから。はい。打たせてあげよう。あれですよね。あれ、打たす。これ打ち取る打ち取る方向では考えてるけど、まあなんか本気でやっちゃうときついじゃん。だからもう俺はこれで投げます。レッスン大丈夫ですか？見ててください。皆さん大丈夫ですか？
お腹空きすぎやろ。レオ、頼んだ。この託された思いはしっかりとマウンドに持っていくよ。俺もダメみてえだ。肘が上がんねえ。何も決めてないし。さあ今でも、まあ、6対3 で、 そうですね、あと2打席しかないから、うん、いきます。まあね、大人の余裕っていうところでいくと6-5 ぐらいで勝つぐらい。セゴどこが？いけないんじゃん。いけ今ないんじゃん。おし。あと一人です。これ。はい。あと一人ってことは。うん、三塁打打たれないければ大丈夫。いや、これどうかな。三塁打打たれないといけないかもしれない。その葛藤で今ピッチングを行います。ホームラン打たれたら負け。向こうの勝ちです。三塁打打たれたら同点。はいはい。何？やばくない今の。それは応援なのか。応援される人が応援って思ってなかったら、それは応援ではない。いきます。続き方の違い。福岡リーグスターズの皆様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。リフライズの公式 YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。